久保さん今回デカキンさんにしましょうかデカキンさんデカキンさんデカキンさんかいや僕ねデカキンさんをねあのチャンネル登録数万人の時から追ってたんですけどまあずっとは見てないですけど100万人もういっちゃいましたね、うん、弱小 YouTuber から今はミリオン YouTuber に変わっちゃいましたけど 当時ね、そのパチモン、ヒカキンさんのパチモンやんみたいな、もう完全その入り口とか、ヒカキンさんのオープニングとかもパクって、こういろいろ、いろいろもうパクってやってたんですけど。<laughs> ただちょっと似てる。で、ちょっと太ってる。ヒカキンさんにちょっと似てて、でも今は似てるかな昔とちょっと顔がだいぶ変わってきてる部分あるんで、あれですけど。続けてますね。で、10年、デカキンさんも10年ぐらい、デカキンさんも10年続けたのかな そう。デカぎさんも10年ぐらい続けてるんですけど、そう。8年間か。8年間ぐらいやってんのか。そう。そう。8年間、底辺 YouTuber8 年間投稿し続けた結果、諦めず投稿し続けた結果、ミリオンっていうね。うん、でね、僕はすごいなと思ったのが、まあ、ヒカキンさんにも認められて、 あの、ヒカキンさんとこう、コラボしていろいろ今撮ったりとかしてますけど、やっぱ続けるパワーってすごいなと思いますね。うん。なんだろうな猿でもわかるんですけど、うん。続けられない人の方が多いので、続けてる人の方が少ないわけじゃないですか。だからその続けるパワーってすごいなと思うんですよね。うん。でも YouTuber やめても、 生きることは続けないといけないですよね。結局のところ、うん。で、YouTube ってただでできるので、唯一続けやすい、うん。ラーメン屋を続けるっていうのは難しい、麻雀店を続けるっていうのは難しいと思います。それはなんでかっていうと、コストがかかるからですね。人件費もかかるし、コストもかかるし、久保さん、なんかあの、新潟だったっけな、新潟のなんかあの、水族館があるんですけど、それが、 きょなんかあの電気代が1億1000万超えた。1億超えらしいですよ。なんか電気代の高騰で水族館の運営の電気代が昔は7000万ぐらいだったんだけど、それが年間1億を超えたって言ってね。凄まじいですよね。電気代1億かみたいなね。久保さんも電気代5万みたいに言ってたじゃないですか。年間電気代1億すらやばないですか電気代で1億かみたいな。 もうそれ続けだからその水族館でねそのねいろんなその電気かかるじゃないですかめちゃくちゃね大変だなと思うねでも YouTube 何も分かんないですよね <laughs> 電気代かってかっていうかあのなんだその維持していくコストっていうのは YouTubeGoogle さんが払ってくれてるので本当自分次第っていう話ですよねずっとゼロ円じゃないですか ってか、8年ずっと0円。十まあ YouTube が出てきたからずっと YouTube の Google さんのそのご尽力のおかげで10年ぐらい以上ずっと0円続いてるっていうね <laughs>。<laughs> だから逆に Google のがすごいですよね。ずっと0円で続けてくれてるっていうのはね。うん、g メールとかね。まあ昔は僕は Yahoo ルでしたけど Yahoo ーール a i はいまだに無料じゃないですか。だかずっと無料でこう運営し続けてるっていうのはね、本当ありがたいことですね。